日政治資金収支報告書の訂正の手続きを行い、同時に、記者の皆さんに、事実関係ご説明を申し上げるとともに、ホームページなどを通じて、その経緯等についての説明をさせていただいているところでございます。報道によると、こうした私に関する件を受けて、総理が近い関係の議員の方に、誹謗中傷合戦はやめるべきだ、そしてこれで、打ち止め、という言い方でしょうか、打ち方やめに、なるといいという趣旨のことをおっしゃったと聞いております。報道されております。誹謗中傷合戦はもちろん私どもの望むところではございません。今の報道されている発言、まず事実関係をお答えください。安倍内閣総理大臣。今日の、朝日新聞ですかね、打ち方やめ、私が言ったと、そういう報道がありました。これは捏造です。朝日新聞は安倍政権を倒すことを謝罪としていると、かつて主筆が喋ったということで、ございますが、これはブリーフをした萩生田議員に聞いていただければ明らかで、ありまして、私に確認すればすぐ分かることです。私が言ったかどうか、久しぶり朝日新聞記者がいるんですから。一回も残念ながら問い合わせがないまま、私は言ってもいない発言が出ているので大変驚いたところでございます。枝野幸男君。誹謗中傷はやめるべきだという趣旨の部分はどうですか。安倍内閣総理大臣。いわゆる誹謗中傷ですね、はやめるべきではないかということだとはについては、そういう趣旨のことは話をしました。誹謗中傷はですね、ですから枝野議員も、収支報告書のミスについては単純ミスでは許されないという発言をされましたね。でもその同じ発言を枝野議員もされたのではないかと、承知をしておりますが、こういうことをですね、予算委員会で言い合うというのはあまり私は生産的ではないと、こう考えて、述べたものであります。枝野幸男君。私は総理の発言と称される報道について総理が本当におっしゃったのですかということを今確認しました。報道等ではそういう報道のされ方、私は発言されているようですけれども、単純ミスということで、理解できるような内容ではない、もうちょっと具体的に説明をいただかないと、少し単純ミスというだけの説明では足りないと、そういう趣旨のことを私は申し上げたことがありますが、政治資金の収支報告書等にですね、単純ミスがあるいはこれは与野党を超えて、ない方がいいし、私も本当にお恥ずかしい話で大変申し訳ないと思っていますけれども、問題はきちっとどういう原因による事実と異なる記載等が出ているのかということを最大限きちっと説明をする、そのことについてはこれは総理もご異論ないんだろうというふうに思っております。そうしたことの中で、残念ながら小渕前大臣は大臣を責任を取ってお辞めになりましたけれども、国会でしっかりと説明をするということをおっしゃっておられましたが、その後全く説明をいただいておりません。あるいは朝日新聞のことをおっしゃられましたから、総理には近いと世の中で見られている読売新聞の今日の社説ですら、宮沢大臣と望月大臣の説明は足りないと、もっとしっかりと説明をするべきだという趣旨のことを書いております。こうした総理が任命された大臣が十分な説明をしていないということについて、総理としてはどうお考えになりますか。安倍内閣総理大臣。もちろん、枝野議員のですね、説明が満足だかどうかということについてもですね、これはいろんな議論があるところだと、率直に言って、思いますよ。その上で、申し上げますとですね、それぞれ、これ閣僚であるかいかんにかかわらず、国会議員はですね、与党の議員も野党の議員も国民から負託を受けているわけでありますから、その中において、最大限の説明に努力を払うべきだろうと、このように思うところでございます。委員長。枝野幸男君。もし私の説明に足りない部分があれば、私が答弁をする立場で国会ありませんから、党などを通じてですね、こういう部分もっと説明しろということがあれば、いくらでも説明させていただきたいと思いますが、今の総理のご発言は、
例えば普通の議員について問題が生じたとき、それは今総理のおっしゃったような姿勢でそれぞれが説明をするということだと思います。しかし今回問題になっている少なくとも今名前を挙げた3名の方は安倍総理が大臣としてふさわしいというご判断をされて任命をされた。そして小渕大臣についてはお辞めになったことについて総理自身が任命責任を感じているとおっしゃられている。もちろん説明する内容についてはそれぞれの議員や事務所でないと分かることではありませんから、ここに総理に説明しろというつもりはありません。しかし、少なくとも総理が任命をして大臣をされている、あるいはされた3人の方について、総理としてしっかりと指摘されているようなことについて、もっと誠実に早くきちっと説明するべきだという指示はされてきたんですか、それともされてませんか、そしてこれからされるつもりはありますか。安倍内閣総理大臣。もちろんですね、しっかりと説明すべきだ、と指示をしておりますし、各大臣もですね、そのように説明をしているというふうに承知をしてまおります。その中で、十分に説明が理解できないという、ご指摘があればですね、それに誠実に答えていくのはですね、当然のこれは責務だろうと、こう思っているところでございます。同時にですね、こうした予算委員会の場においてですね、さまざまな課題があるわけでありますから、これは TPP とかですね、あるいは経済、さまざまな課題がありますね。消費税がどうなっていくか、そういう課題についてもですね、真摯にこれは向き合っていくべきではないかと、こう思うわけでありまして、今枝野議員もここに座っているのは私だけであって、当該議員はここには座っていないわけでありまして、私に質問されてもこれは限界があるわけでございます。まさにそういう意味におきましては、国民が期待しているのはしっかりと政策を議論し前に進めていけということでもないかと、このように思います。同時にですね、私たちもしっかりと襟を垂らしながら説明を求められれば説明を真摯に行っていく、これは当然のことであろうと、このように思っているところでございます。枝野幸男君。今お尋ねに対して答えていません。しっかりと閣僚の皆さんに指摘、特に指摘をされている件について、きちっと説明しろということを指示されたのかどうかということについてはお答えをいただいていませんし、よく安倍総理は民主党政権の時代はということを答弁の中でおっしゃられますが、私もそちらの席、総理の後ろ側のすぐ後ろ側の席のところに座っている時期長くありましたけれども、野党自民党こそまさに政策議論を扱う部分が非常に少なくてですね、まさに政治と金の問題等についてですね、大変長い時間をかけておられたという客観的な事実は指摘をしておきたいというふうに思いますし、私どもも例えば経済、アベノミクスの問題で今日も予定しています。派遣法の問題、さまざまな政策課題やりたいと思いますし、実際に委員会ではそうしたことをしっかりとやらせていただきながら、同時に、朝日新聞ではなくて読売新聞が宮沢大臣や望月大臣の説明不十分だと社説できちっと書いているんですよ。それについてはしっかりと説明をしていただければ、それで話は終わるんですから。逆に言えばしっかりと総理としてそれぞれの少なくとも大臣については、本当は自民党総裁としては党内についてと言いたいところですが、少なくとも総理として閣僚や閣僚であった方について、しっかりと説明責任を果たせと、例えばさらに言えば江戸大臣についてはこの予算委員会やあるいは外交安全保障の委員会などで資料要求されていることについて、資料が提出できない理由について必ずしも十分な説明ないままに資料提出をいただいておりません。こうした問題を早く終わらせるためには、できるだけ早くしっかりと説明し資料を出していただくことです。総理としてしっかりとそのための指導力を発揮していただきたい。どう思いますか。安倍内閣総理大臣。自民党が野党時代の姿勢についてご批判をされました。確かに枝野大臣の問題点随分追及をしたことがあります。それは例えばですね、それは例えば殺人や強盗や窃盗や盗聴を行った角丸派活動家がいますね。この角丸派活動家が影響力を行使しうる指導的な立場に浸透していると見られる JR 総連、JR 東から、これを答弁として
質問収集書によってですね、質問収集書によってこれはそういう団体であるということを認めたのは枝野大臣が大臣をしておられる時の内閣で、これはまさに認められたわけでございます。そしてその団体から枝野議員は約800万円献金を受けていたと。でこれは殺人を行っている団体でありますから、そういう団体がですね影響力を行使をしているというのはこれは由々しき問題ではないですか。だからそれは当然枝野当時の大臣に答弁を求めたことであります。でこれは重大な問題であるからこそ申し上げているわけであります。今そういうことを総理大臣が言うのかどうかというやじが飛びましたが、辻元さんからね。でも自分たちが言われたら都合の悪いことは黙ってもらいたい。でも今ことの傾聴から言えばですね、ことの傾聴から言えば何件も殺人を起こしている活動家が浸透している。それを認めたのはまさに枝野さんが入っている内閣が認めた。つまり枝野さんはそれを認識していたわけでありますから、そういう議論を当時自民党がしていたわけでありまして、これは当然私は議論しなければならないことではないかとこう思っております。そこで枝野今委員からご質問がございました。この江戸大臣もですね誠意を持って説明をしているところでございまして、もう私は江戸大臣の説明でかなり尽きているのではないかとこのように理解をしているわけでございます。同時にですね、宮沢大臣においても誠意を持って質問しているところではないかとこのように思っているところでございます。枝野幸男君。誹謗中傷合戦はやめたほうがいいとおっしゃったのは総理だというふうに思っていますが、私はあの時も明確に答弁をしておりますが、私は、総理も政労会見等で公的な存在として社会的存在として認めておられる連合加盟の参別とはお付き合いをしていますが、そうしたところの中にいろんな方がいる。それであれば経済団体の中にも犯罪行為を犯す企業が経済団体の中に加入しているケースもあるじゃないですか。だからといって経済団体の幹部の方と会わないんですか。私はまさに社会的に認められている連合傘下の参別とお付き合いはしました。しかしその中の構成員にいろんな方がいらっしゃったとしても、その方と個人的なお付き合いをしたわけではない。まさに連合傘下の参別とお付き合いをした、そのこと時に明確に申し上げましたし、まさに私は筋が通った答弁をさせていただいたつもりですから、その後そのことについてどこかから問題だと指摘をされておりませんが、総理は事実と異なる、あるいは事実を歪めていろいろなことをおっしゃるのでやめていただきたいと思うんですが、先ほど今野次のことをおっしゃいました。先ほど安倍総理は河村委員の質問の際に野次をおやめくださいというようなことをおっしゃいましたが、その時に問題になった総理の発言は何かというと、民主党政権時代はほとんどの都道府県において生活保護水準と最低賃金が逆転していたという趣旨の発言をした。だからそれは嘘じゃないかと、事実と違うじゃないかというやじが飛ぶのは当たり前じゃないですか。民主党政権時代の平成23年に改定が行われましたが、生活保護水準が最低賃金の水準を上回っているのは3都道府県、北海道と宮城と神奈川、それ以前の9から3に減って3つです。ほとんどの都道府県という発言自体が全く事実誤認であるし、このような事実誤認に基づいて社会保障政策を進めてらっしゃるんですね。撤回だ、撤回。安倍内閣総理大臣。3ではなくて6だと、もう思いますが、確かにそのほとんどといったのは、ほとんど言い間違いとしては、ほとんどのところでは、ほとんどのところだということについてはですね、これは、撤回させていただきますが、民主党政権時代には残っていたのは事実でありまして、自民党政権時代には、全てそれは逆転させていただいたと、こういうことであります。その点の間違いについては、申し訳なかったと、このように思っているところでございますが、私が申し上げたかったことはですね、まさに生活保護、生活水準とですね、これはまさに大きく違っていたことであろうと、このように思うわけでございます。枝野幸男君。総理は3日の予算委員会の質疑の中とか、その後の参議院の総括質疑の折にも、経済は生き物であると
というような趣旨のことをおっしゃいました。で、我々が政権をお預かりする直前にリーマンショックがあって、非常に経済状況極端に急激に落ちたところでありましたし、震災がありましたので、これによって経済状況を大きく変動しました。でもそうしたことの中から9から3に減らしました。3を0にしたことは一定の評価をいたしましょう。しかしながらほとんど9とか6とか3という数字をもってほとんどの都道府県というのは言い間違いのレベルではないと私は思います。これが言いがかりというんではないでしょうか。どうですか。安倍内閣総理大臣。言いがかりというのは少し品を欠く私は発言だと思いますよ。こういうことをですね、ずっと予算委員会でやるのかと思うと、ちょっと私も驚くわけでありますが、私は先ほど 6であったということで、3ではなくて6ですね。最終的には3ではなくて6でありますが、6だということで、訂正をさせていただいた、次第で、ございます。いずれにせよですね、いずれにせよその段階でもまだ民主党政権はマイナス成長であったのは事実であります。直近では2四半期連続の、マイナス成長であったのは事実でありますし、いわば、国民の総所得におきましてもですね、40兆円、我々は開発、まさに40兆円ですね、我々はプラスにしている、皆さんの時よりもプラスにしているのは事実でありまして、そういうことはしっかりと評価していただきたいと、このように思うわけでありまして、いわば経済については全体像をしっかりと見ていくことが大切ではないかと、このように申し上げたいと思います。枝野幸男君。全体像を見ていただければ、リーマンショックの直後、大変日本の経済が落ち込んだところで、我々も苦慮いたしました。我々がやったことが全て良かったというつもりはありません。途中に東日本大震災があって、これは間違いなく経済には大きなダメージを与えることもありました。でもそうしたことの中で、基本的に我々の政権の間に経済は一歩ずつ改善の方向に向かっていた、これを間違いない事実であるということを私は総理に申し上げたいというふうに思っています。まさにお互いに誹謗中傷合戦やってもバカバカしい、国民の皆さん期待してないと思いますので、その政権の時の数字の数だけを上げるんであれば、それこそ自民党席から野次を言っていただいてますが、麻生政権の時はどうだったんですか、麻生副総理と言いたいんですが、そこには行きません。経済の具体的な話をお尋ねをしたいと思います。総理は3日の予算委員会の前原委員の質疑に対する答えで、輸出数量が伸びていない、出してください。円安になっているにもかかわらず輸出数量は伸びていない。これに対して、新興国の需要が減速したこと、日本企業が現地の外貨建て販売価格を引き下げずに輸出数量でなく収益で稼ぐ傾向が強まったことを挙げておられます。輸出数量が伸びなければ生産も国内投資も伸びない、経済の好循環にはつながりません。です、あるとすると問題は、新興国の需要はこれ日本だけでどうになる話ではありませんから、日本の国内政策として対応できるとすれば、この現地の外貨建て販売価格を引き下げない傾向、ここが問題になるわけです。なぜ日本企業が現地の外貨建て販売価格を引き下げない傾向になっているのか、その原因についての認識をお答えください。麻生財務大臣。日本の例えば自動車の例でいけば、自動車の日本車の自動車におけるシェアというものは40ぐらいになっているところもいっぱいあります。アメリカにおいてこれを引き下げてさらに大きくするということは新たな経済摩擦を引き出しかねん。当然のこととして 40% 程度に抑えて、その分円安で出た分に関しては国内の利益に増えるというようなことになっております。その傾向も確かにありますので、結果として自動車の企業市場空前の利益を今出しておられるという形になっている面もあろうと思います。枝野幸男君。部分だけ取り上げられても困るので、日本にとってアメリカは大変大きな市場でありますけれども、現地生産が増えているのはアメリカ合衆国だけではありません。むしろアジア等の新興国等においても非常に現地生産が伸びています。そして世界的に見て
アメリカに対する輸出だけではなくて、日本の国内生産した自動車の現地における外貨建て販売価格を引き下げない傾向が強まっているという、その原因についての説明にはなっていませんけれど、今のは。麻生財務大臣。基本的には長い間の円高、そしてデフレーションによって各企業における収益は大幅に落ち込んでおりましたし、利益幅が落ち込んでおりましたから、そういうこういった形で現利益を確保するためには、間違いなく円安になったからといってシェアを急に増やすことに走らず、まずは国内の企業の利益確保に走った。結果として今この1年間で見ましても、企業の内部留保は304兆円だったものが300、この9月で328兆まで約20兆増えているというのは、その一端の例だと存じます。委員長。枝野幸男君。その傾向はじゃあ今後変わるんですか。安倍内閣総理大臣。この海外との関係においてのお話がございましたが、まずですね、海外のへの設備投資比率がですね、これは我々が政権を取り戻すまでの間ですね、まさにこれどんどんこれ急増したんですね。増えてきたわけですよ。で、我々はまさにその急増を止めたんですね。急増を止めたんですよ。そしてまた輸出通常でありますが、輸出通常においてはですね、これ民主党政権時代にどんどん減っていった。そして最後、これは枝野さんがちょうど、経産大臣を務めておられる時だと思いますが、これは、急減したんですね。輸出収入は急減しました。それを我々は止めました。止めたんですよ。その流れを止めることができたと、思います。そして輸出金額についてはですね、輸出金額については、これはまさに横ばいであったものをですね、我々は上昇に、転じることができたと思います。そしてまた製造業がですね、まさに海外に投資をする、海外にどんどん逃げ始めていたわけでありますが、2014年にはこれ大幅増をしておりますが、2014年にはこれ減少しているわけでございます。このようにいわば企業がですね、これはもう日本にいてはなかなか利益が上がらない、日本はまさに製造業、企業にとっては、いつ日本で製造することは難しいという判断をですね、まさに民主党政権の間、そういう判断をすることが多かったわけでございますが、その傾向を私たちは止めることができました。その中においてですね、その中においてこれから日本において生産しようかどうか、これは多くの今企業がですね、まさにその段階に至っているのは事実でありまして、これはやっぱり冷静に事実を見る必要があります。冷静に事実を見る中において、これ数字は嘘をつかないわけでありますから、皆さんもその上で一旦反省をしないとですね、また再生することはないのではないかと、こう思うわけで、ございまして、ですから我々はまさに野党の間にどういう経済政策を進めていくかということを考え、また我が党が政権についている間もデフレ経済だったということを反省の上に政策を進めていることによってですね、今大きな成果を上げているということは申し上げておきたいと、このように思うわけでありまして、いわばまさに私が申し上げたことはですね、輸出が思いのほか伸びていないではないかというご批判でありますが、かつてはこれ減っていたわけでありますから、申し訳ございませんが、皆さんの代では時代にはですね、輸出は減り、そして海外へどんどん資本は逃げていったのをですね、我々は今食い止めることができた。その上において、経営者がこれからはこの、為替水準がついていくという中において、為替水準がついていくという中においてですね、しっかりとこの日本において製造を進めていくかどうかということをですね、判断をしようかというところまではやってきたと、このように思うわけであります。これは何人ものこれはですね、経営者が率直に語っているところでございます。枝野幸男君。目の前に輸出数量のグラフがあるんですよ。これ確かに私が経産大臣をやっている時期の2012年の後半は若干下がっていますが、これ全体像として私の時に急減をして自民党の時に急増しているグラフですか。これ見ていただく方は一目瞭然だと思いますよ。しかも個別のさまざまな事情があります。
ちょうど2012年の半ばから中国との関係が大変に悪化して、中国の例えば日本系の企業が暴動によって破壊をされるというようなことがあって、中国に対する輸出が急激に落ちた。そのことが当時経産大臣として大変頭の痛い問題であった。その時期ですよ。まさに先ほどの、生活保護についてのですね、ほとんどのというような話と一緒で、こうした一方的な話で、悪印象を与えて、自分たちが時代に輸出数量が増えなければ下請け孫請けの仕事増えないんですから。仕事が増えなければ下請けの中小零細企業のところに恩恵が行くはずがないわけですよ。その上で円安になったから少し、例えば海外進出がブレーキがかかっているとか、あるいはこれから国内投資が伸びそうなんだという趣旨のことをおっしゃっているというふうに理解をしますが、これ今日パネルにすることが間に合いませんでした。議員の皆さんにはお手元の資料の3枚目、これ別に我々が勝手に取った資料ではございません。ジェトロが取った調査であります。海外進出を拡大する理由ということについて、これ古いものから資料が欲しかったんですが、2011年からしか取ってないということでございます。圧倒的に高いのは海外での需要の増加、2011年に 72.8 であったものが、2013年には 85.2 のパーセントの人たちが、海外での需要の増加が海外進出を拡大する理由と言っています。2番目に多い理由は国内での需要の減少です。一番少ない2011年で 42.6% の企業が、一番多い2012年では 56.8% の皆さんが、つまり海外での需要を要因としているということを挙げた方が 7、8割、国内での需要の減少ということを挙げられた方が約半分ということの中で、為替変動の影響というのを挙げた方は2011年の中で 24.1%、 2013年で 9.4%、 9.4% に減ったことについては、それは円安の効果として一定の評価をしたいと思いますが、一方で海外需要の増加というのはその間に 72.4 から 85.2 と、約 10% ポイント上がっている。つまり日本企業が海外進出をして現地生産を増やしている主要因は、海外での需要の増加と国内での需要の減少、為替が影響をもたらさないとは言いません。しかしながら為替の与える影響というのは実は中心ではないということは、この数字から表れていると思うんですが、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。先ほどグラフでありますが、これがまさにこれ財務省が作ったものでありまして、いわば海外設備投資比率の急増をですね、これ横ばいになったと、ここでまさに急増したということでありますし、輸出数量についてもですね、急減しているのは事実であります。ここから横ばいになってきているということについては申し上げておきたいと、このように思うわけでございます。そこで今後ですね、海外での生産、そして国内での生産を見ていく中においてですね、今後ですね、先ほど申し上げましたように、海外に置いている生産拠点、海外に生産拠点を置くというのは、海外に置くことによってのリスクは当然あるわけであります。一方、国内における生産拠点を置くことにおける、いわば海外との比べてのリスクがどうかという判断をしていくわけでございます。いわば途上国に拠点を置けばリスクは生じますが、為替の面、あるいは労賃の面等々を勘案しながら、企業は行動を判断していくわけでございます。電力料金も大きな要素といってもいいんだろうと、こう思うわけでございます。そこで、例えば東芝はですね、我々が政権に戻ってからもう一度三重県に大きな投資をしようという決断をしたのでございます。ただ急にですね、海外にある工場を直ちに閉めて国内に戻ってくるということはできないわけでありますから、そうした効果が出てくるのはしばらく投資家あるいは経営者がですね、判断をする、そういう時間を経た後にですね、効果は出てくるんだろうと、このように思います。同時にですね、中国やインド、ブラジル等の
まあ、こういう、まあ、中心国の、現在の状況、ヨーロッパの、まあ、経済状況等々も、あるわけで、まあ、ございまして、そういう中におきまして、まあ、どこで、生産をするかということが、まあ、重要ではないか、それと為替状況でありますが、果たして今の為替状況がそのまま続いていくかどうかということについての、確信を得ることができるかどうかということも、まあ、重要な、これは判断基準にはなるのではないかと、このように思うわけでありますが、いずれいたしましても私たちはですね、国内で企業が生産をしてしっかりと利益を上げることができる、まあ、そういう状況も作っていきたいとこう思っているところでございます。委員長、枝野幸男君。最後の方でおっしゃられた為替状況は 今後どうなるのかという見通しが、まあ、企業の投資を海外にするのか国内にするのかということの大きな要因になるとお認めになったことは評価をしたいと思います。だからそれで決定的な要因にならないわけですよ。これからも円安傾向が続くのかどうかだなんていうのは我が国の政策だけではどうにもならない、まあ、率直に言えば端的に言えば円安誘導したわけではないと皆さん口が裂けてもそう言わざるを得ないわけですから、今後各国の経済状況や金融政策の状況によって円ドルがどうなるのかというのはこれは分からないわけであります。したがって円が今一時的に安いという状況なのは間違いないですが、だからといってそのことで海外投資が決定的に増えるという要因にはならないと私は思います。そして今グラフを委員会において示す資料は事前にきちっと理事会に出してくださいという約束を野党が時々、守りきれないことはありますけど、政府の側がそういうルール違反をやられるのはいかがなものかなと思いますし、まさにこれ目盛りの取り方でグラフの見え方全然違います。私の出しているこの、輸出数量のグラフはゼロからの目盛りできちっと取っていて、そして前後3年2年半を取っていて、このトレンドというのは国民の皆さん見ればはっきりしていると思います。まあ、あえて、アンフェアにならないと円ドルについては目盛りの取り方で若干円安が強く見えるようなグラフになっている側面はあるかもしれません。この全体としてのトレンドとして安倍内閣になって輸出数量が増えているとか戻っているとかというこういう数字に見えるという、もし本当に本心でそう思っているんだとすればその認識自体お考えになった方がいいのではないかと申し上げたいというふうに思っております。さて、もう一つ一枚めくっていただくと4枚目のグラフがございます。安倍総理は有効求人倍率の改善を述べておられますが、よく分けて見てみる、つまり、世代別とか正規とか非正規とかを見ていただきますと、足元、ものすごく高い数字にあるのは平成25年1月を100とした時の数字で、65歳以上の非正規は134% 増加しています。あるいは64歳以上の正規も 13% 増加をいたしております。ただ、全年齢層を見ますと非正規は107% 増加していますが、正規の求人数、雇用者数は99、全く伸びておりません。特に25歳から45歳の層を見たときには正規雇用は97、非正規が105、つまり雇用は確かに安倍総理が言う通り景気状況が回復するプロセスではまず非正規の募集が増えて非正規が増えてその後雇用が増えていくんだという傾向があることは否定をしませんが、すでに安倍内閣発足してから1年と10ヶ月です。数字の統計は今の数字は8月までの数字でありますし、安倍内閣が発足した後、安倍内閣は発足直後にアベノミクスと称するいろいろな効果で先ほどの輸出数量についてもまずピンと上がった、その前提のもとで今のような数字を見ても正規雇用は増えていないんです。改善しているのが非正規が先行しているということについては否定をしませんが、正規雇用は改善をしていない。改善しているとすれば65歳以上、つまりここはまさに団塊の世代の皆さんなどが、大量退職をして、そういった年齢層に限って言えば人手不足が非常に急激に進んでいる、そういう特殊要因だと思います。働き盛りの層では特に25歳から44歳の層では、平成25年1月を100とした数字で97にまで落ち込んでいる。これどう思いますか。安倍内閣総理大臣。
先ほどあの枝野委員が円安で海外投資が増えていくというふうにおっしゃったんですが、あれは円高の誤りだと思います。その上で申し上げますと、この景気の緩やかな回復に伴いまして、平成26年8月の有効求人倍率は前月から横ばいの 1.1 倍と、22年ぶりの高い水準を維持をしているところであります。求人数を見ますとですね、正社員以外だけではなくてですね、正社員も大幅に増加をしているわけであります。確かに今枝野委員がご指摘になったようにですね、景気回復局面では非正規が増えるのも当然事実であります。私もそのように述べているところでありますが、同時に正社員も大幅に増加をしているわけでありまして、また正社員の有効求人倍率に限って見てみるとですね、直近の平成26年8月で 0.68 倍でございまして、数値を把握している平成16年11月以降では最高となっているわけでありますから、非正規だけがいいという状況ではなくて、まさに正規においても過去最高の有効求人倍率を実現をしているということもご理解をいただきたいと思います。その意味におきましてですね、今後もしっかりと正社員が増えていくように努力をしていきたいと思うわけでありますが、同時にですね、非正規雇用労働者が増加基調にあることは一方事実であります。それは先ほど申し上げましたように景気回復局面でありますから、まずここからということになっていくわけでありますが、そして同時にですね、非正規から正規に移行した雇用者数はですね、これも非常に大切なんですが、前年比で見てもですね、非正規から正規に移っていく、我々はそこに今政策を集中をしているわけでありますが、そうした政策の効果も含めまして、5四半期連続で増加をしているわけでありまして、これは最近の重要なこれ傾向といえるのではないかと。また直近の本年4、6月期を見ますとですね、正規への移行が99万人と、2009年これはリーマンショック前でありますが、7、9月期以来の高い水準となっています。また大切な25歳から34歳の若年層ですね、若年層の皆さん、さまざまな不安を抱えておられたんですが、2013年の第2四半期以降ですね、これは5四半期連続で正規への移行が非正規への移行を上回っているわけでございまして、ここも重要な点ではないかとこのように思います。その意味におきまして、さらにキャリアアップ助成金などの支援によってですね、正社員を希望する方々にはその道を開くとともに、柔軟な働き方として非正規雇用を選ばれる方には待遇改善等を推進していく考えでございます。枝野幸男君。政策論争を深めたいんですけど、本当に総理は聞かれてもないことをだら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 野党の持ち時間を減らそうというとしか思えない。そういう答弁は本当にいい加減にやめていただきたい。私は雇用者数の推移のグラフを配って雇用者数が増えてないじゃないかと言ってるんです。非正規から正規に移ってもトータルとしての正規雇用の数増えてないんですよ。もう増えているのは段階の世代でリタイアをされた世代のところだけなんですよ。そして安倍内閣でアベノミクスをスタートさせてから改善の傾向が見られてないんですよ。都合のいいところの数字だけ出してくればいろんな数字の取り方ありますよ。だからトレンドをきちっと示しているんですよ。トレンドとして、委員長、総理はよく答弁の途中で野党に対しての野党に対していろいろおっしゃいますが、与党の方が激しくありませんか、委員長。ご注意していただけませんか。総理に質問してください。後ろこの雇用者数、実際に非正規から正規に移った人がいても、その分正規で亡くなる人がいて非正規が増えている、トータルとしては非正規が増えていて正規は増えてないという、そちらのことこそが大事なんじゃないですか。そうした認識の中で非正規雇用を拡大させることにつながりかねない派遣法の審議がスタートしました。どうも国会対策委員会などに聞くと、こうしたことの審議を非常に短時間で済ませようという、そういう意図が感じられます。まさに経済の実態について今のようなだらだらした答弁でなくて、きちっと聞かれたことにお答えをいただきながら議論を深め、当事者の皆さんの声もしっかりと聞かせていただき、
しっかりとした充実した審議の中で本当に非正規雇用だけが増えているという中で非正規雇用を拡大しかねない派遣労働法の改悪を強行をすることが本当に許されるのか、我々はしっかりと進めていきたいと思います。残りの時間は同僚議員に譲りたいと思います。ありがとうございました。この際細野豪志君から関連質疑の申し出があります。枝野君の持ち時間の範囲内でこれを許します。細野豪志君。細野豪志でございます。私はですね、今日は福島の問題、原発の問題について宮沢大臣と、当然総理もでありますが、そして国民の年金の問題について、塩崎大臣そして総理と議論してまいりたいというふうに思います。まず宮沢大臣にお尋ねをいたします。配布をした資料をご覧ください。まず配布をいたします。